和歌山県でのバナナ畑の整理のために出品しているプランテンの第2弾は、1回目のプランテンのごつい苗とは違って比較的小さい苗ですので、不織布ポットに植え込んでおきました。これとこれとこれとこれ、それからこの小さな芋、地中水芽を植え込んで、まだきちんとした地上小株になっていないもの、1、2、3、4、5、この5本はですね、九州の3県からのプランテンです。角型加熱タイプの料理バナナと言われているものですね。どれがどこの県由来のものかということは言いません。プランテンはプランテンであって、どこで育とうが同じ加熱タイプの料理バナナとしての認識を持っていただきたいと思います。それからこちらもちょっと普通には手に入らないプランテンなんですが、これはある植物園さんとの、沖縄のですね、植物園さんとの苗交換で得た、植物園さんの方でも 100% の確信は持っておられなかったみたいなんですが、私がミニサバについて問い合わせた時に、2年ぐらいバナナ関係を休園状態に伴って栽培していなかったけど、再開した時に出てきた苗の中から見つけて、これがミニサバじゃないかと言われて、東方のムサドゥワーフナンは苗と交換したことがあったんですね。それで一応クエスチョンマーク入れておきました。はっきりしませんので、もしミニサバ、サバ、バナナとして知られているもののドワーフタイプなら、まあある意味では貴重な苗かと思います。これは親株の芋が地中に埋まってて、それはもう成長再開しないと思いますが、そこから出てきた世代交代苗2本が親株とつながった状態ですので、このまましばらく育てられたらいいと思いますね。こちらはですね、九州のある方がたった一度だけバナナ苗というか、これはプランテンなんですが、出品を始めて、ドワーフタイプのプランテン、ドワーフタイプのバナナとか言ってましたが、ドワーフタイプのプランテンだという説明で出たんですね。それで私はパッと見てプランテンということは分かりましたので、もしドワーフタイプなら、まあ一度育ててみようかと思って落札したんですね。ちょっと知り合いの方2人がすでに入札していたんですが、私は競り合い、特に知っている人たちとの競り合いを好みませんので、即決価格が出ていたので、それで落札したんですね。そうして山の方に植えておいたら、大人になってもやはり
他のプランテに比べて背丈が低いんですね。それで、ああ、これはドワーフタイプのプランテンなのかと納得したんですけれどもね。まあ、これもうまく育てれば、本州の人たちにとってはドワーフタイプのプランテンとして、まあ、意味のある苗かもしれませんね。これら1,2,3,4,5,6,7 7個のプランテンを1円スタートで一括でご落札いただけるように出品いたします。プランテンは1回目のこのごつい3本セットですね。これとあとこちらの2,4,6,7本セットの2回で終わりにしたいと思います。今年結実するプランテンとかそこから出ている小さな地上コクアブとかあるんですが、まあそれらはいずれ別な方法で片付ける、まあどなたかに近辺のどなたかに差し上げようかと思っています。でおそらくプランテンはこの2回目の出品で終わるだろうと思います。